大正時代の丸石醸造本社旧社屋。1999年に改装され、長誉館として生まれ変わった。交流勉強会、岡崎塾の活動拠点として用いられている。本社工場丸石醸造株式会社は、愛知県岡崎市に本社を置く、酒造メーカー。清酒などを製造、販売している1690年に、大和国軍産から、岡崎城下の投町に移住し、農業の傍ら木綿商を営んだ深竹を始祖とする。1770年、領長の四郎太から酒造株を譲り受ける。文化年間には300石の酒造港となった。当主は代々深田三太夫を襲名している。1870年に5代目、深田三太夫は木綿問屋を開き、後に深田号銘綿篠の問屋を設立した。そして1896年、領長の村松宗一郎と丸石合資会社を設立した。兵庫県西宮市に灘工場、誉蔵を建設し、清酒、超誉の販売を開始。地元岡崎においては、みりん、焼酎、味噌、醤油工場を建設し、手広く製造を行った。1945年7月20日未明、岡崎空襲により焼失。幸い消失を免れた、現在の蔵にて、日本酒の製造を始めた。2014年2月に行われた、天満天神梅酒大会のリキュール部門で、一宮いちごが全国2位に輝いた。2014年と2015年、愛知県酒造組合主催の、清酒利き酒研究会審査の吟醸酒の部で、県知事賞を受賞した。2015年に出品したのは大吟醸。徳川家康。2015年2月7日、愛知産業科学技術総合センターと共同開発した純米大吟醸1万歳の販売を開始。大正天皇即位の際の大嘗祭において、献納された睦美村、大あざしも中島の米を前年に復刻し、これを地酒とした。また一部をはかりんとうとして加工販売した。長誉祭りと呼ばれるイベントが、以下の日程で開催されている。年4回開催。ありがとうございます。